皆さんこんにちは、ナオミです。今回は太陽礼拝 A、サンサルテーション A を一緒に行っていきたいと思います。ヨガを始めたばかりの方やまだヨガをやったことがない方でも太陽礼拝とかサンサルテーションって耳にしたことがあるんじゃないかなと思うんですが、よくヨガのクラスの初めの方に体を動かしていくのに取り入れられたりしています。でこの太陽礼拝っていうのは、どういう意味かというと、本当に言葉の通り太陽の恵みに感謝して、その祈るポーズだったりとか動作だったり、太陽に挨拶しながらその恵みに感謝をするという意味があるんですけども、この動作で今回特に意識をしていただきたいのは呼吸です。もうこの動きは呼吸のフロー、呼吸の流れとともに、体を動かしていくので、初めは難しいかもしれないんですが、呼吸に意識を向けてやっていくとだんだん慣れてきて、呼吸とともにね、体が勝手に動いていくように、ついていくようになっていくと思うので、今回は呼吸に特に意識を向けてやっていきたいと思います。でこの動作は本当に同じことを繰り返しやるので、動く瞑想とも言われていて、本当に覚えてしまえば自分一人で動画がなくてもすぐにできる、どこでもいつでもできる動きなので、ぜひ覚えていただいて、朝一番とか、自分の好きなタイミングでやっていただけたらと思います。では準備ができた方から一緒に始めていきましょう。ではまずマットの前側に立っていきます。足は骨盤幅に開いて、足の親指はまっすぐ前を向くようにしたら、一度足の指をマットから浮かせて体重を前後に移動させながら足の裏全体でマットを捉えます。両手は胸の前で合掌して、両足で地面を押す反動でお腹から上半身が軽く伸びていきます。では一度目を閉じて心と呼吸を落ち着かせていきましょう。鼻から大きく息を吸って、胸いっぱいに酸素を取り入れて、鼻から細く長く吐き出します。ではゆっくりと目を開けて、目の中に光を取り入れたら、両手は体の横。次の吸い気で両手空に持ち上げて、目線も両手を折って親指あたりを見ます。吐く息腰から前に倒れて、吐き切ったら吸い気でハーフアップ背骨長く両手すねの上。吐く息両手マットに下ろしたら、両足大きく後ろにステップバックしてハイプランク、両方の膝をマットに下ろして、体の前面マットの上に下ろしていきます。足の甲をマットについて、肩甲骨と肩甲骨を寄せたら、吸い気胸を前に押し出してベイビーコブラ。吐く息上体を下ろしたら、そのままお尻をかかとにスライドして、吸い気でダウンワードフェイシングドッグ、ここで5呼吸していきます。両膝を少し曲げていいので、両手でしっかりとマットを押して、一度背中をまっすぐと伸ばしていきましょう。次の吐く息でゆっくりと膝を伸ばしながら、かかとをマットに近づけていきます。両手でマットを前に押し出して、両足でマットを後ろに押し出す、マットを体で前後に引っ張り合っているイメージです。ただ体重がどちらかに流されてしまうのではなく、おへそをしっかりと背骨に引き入れて、そこに体が引き上がっていくようなイメージです。では最後息を吐き切りながら、両手の間を見て、そこに大きく足をステップします。次の吸い気ハーフアップ背骨長く伸ばして、吐く息折りたたみます。吸い気で両足でしっかりとマットを押しながら、ゆっくりと起き上がって、そのまま両手頭の上で合掌、目線上。吐く息で両手体の横。では吸い気で両手空に持ち上げて、目線親指あたりを見て、吐く息腰から前に倒れて、全部吐き切ったら吸い気でハーフアップ、両手すねの上背骨長く遠くを見つめて、では次の吐く息両足後ろにステップバックでプランク、両膝をマットの上に下ろして、体の前側マットの上に下ろしていきます。吸い気で肩甲骨と肩甲骨を寄せながら、胸を前に押し上げてベイビーコブラ。そのまま腕でマットを押して、お尻をかかとにスライドしたらダウンワークフェイシングドッグ、ここでまた5呼吸ステイしていきます。吸い気両手でマットをグッと押して体側を伸ばして、吐く息で徐々にかかとを的の方に下ろしていきましょう。
首の後ろの力は抜いて、歯もね、ぐっと食いしばってしまわないように一度口を開け閉めして顎の力も抜いていきます。次の吐く息、息を吐きながら両手の間を見て、そこに大きく両足をステップ。吸う息でハーフアップ、吐く息でもう一度折りたたんで、息を全部吐き切ったら次の吸う息、両足でマットをグッと押しながら背骨一本一本立てて、両手頭の上で合掌。吐く息で両手体の横、太陽礼拝3回目。吸う息で両手頭の上で合掌、目線は親指。吐く息、腰から前に倒れて、息を全部吐き切ったら吸う息でハーフアップ、両手すねの上、背骨長く。吐く息、両足後ろに大きくステップバック、両膝マットの上に下ろして、肘を曲げたらチャトランガ。吸う息で胸を前に押し出してベイビーコブラ。吐く息でお尻をかかとにスライドして、次の吸う息でダウンワードフェイシングドッグ。おへそしっかりと背骨に引き入れて、体の力を骨盤から、ね、上に引き上げていくようなイメージです。お尻の穴を空に向けて、足の後ろ側も気持ちよく伸ばしていきましょう。吸う息、両手でマットをグッと押して体側長く。吐く息、かかとマットに近づけて、次の吐く息、息を吐き切りながら両手の間を見て、そこに大きくステップ。息を吐き切ったら吸う息でハーフアップ、両手すねの上、吐く息でフォワードフォールド。次の吸う息、両足でマットを押しながら上体を起こして、両手頭の上で合掌。吐く息で両手体の横、太陽礼拝4回目。吸う息で両手頭の上で合掌、目線上。吐く息、腰から前に倒れて、息を全部吐き切ったら吸う息でハーフアップ、両手すねの上、背骨長く。吐く息で両足後ろにステップバックしたら、今回できる方は両膝伸ばしたままチャトランガ。吸う息でベイビーコブラ。吐く息でお尻をかかとにスライドして、そのままダウンワードフェイシングドッグ。5呼吸ステイしていきましょう。歯を食いしばっていないですか？顎の力も抜いていきましょう。では吐く息の一番最後で、両手の間を見て、そこにステップしたら吸う息でハーフアップ、背骨長く伸ばして、吐く息でフォワードフォールド。次の吸う息、両足でマットを押しながら上体を起こして、両手頭の上で合掌、目線上。吐く息で両手体の横にリリース。では太陽礼拝最後です。吸う息で両手頭の上で合掌、目線上。吐く息で腰から前に倒れてフォワードフォールド。吸う息でハーフアップ、吐く息、両方の足後ろに大きくステップバックして、できる方は膝を伸ばしたままチャトランガ。今回できる方はアップワードドッグ、両手両方の太ももでマットを押して、骨盤をお腹胸を上げていきます。吐く息でお尻をかかとにスライドしたら、そのままダウンワードフェイシングドッグ。最後5呼吸ステイしていきます。首の後ろ、顎の力は抜いて、両手はしっかりとマットを捉えて、吐く息でゆっくりとかかとをマットに近づけて、お尻の穴は天井を向けていきます。では最後、息を吐き切りながら両手の間を見て、そこに大きくステップして、吸う息でハーフアップ、吐く息で折りたたんで息を吐き切ります。次の吸う息で背骨をロールアップしながら、両手頭の上で合掌、目線上。吐く息でそのまま両手胸の前。
ここで少し呼吸を整えていきましょう。息を吸って、息を吐いて、ゆっくりと目を閉じて心を落ち着かせていきます。今日一日どんな気持ちで過ごしたいか頭に思い浮かべていきましょう。笑顔で過ごす、人に優しく接する、ハッピー、セクシーに過ごす、何でもいいです。何か一つ思い浮かべたら、そこにお辞儀をしていくように頭を胸に近づけていきましょう。皆さん、今日もヨガをする時間を作ってくれてありがとうございました。今日も素敵な一日を。またね。